反応小畜は、かつて、埼玉県反応市中町にあった映画館。反応工業株式会社が経営していた。反応小畜映画劇場という表記も見られる。1923年に活動常設館、春日館として開館した。館名は、土地の提供者、奈良市に由来し、付近の通りも、春日通りと呼ばれるようになった。活動弁士がセリフを喋り、 楽団が演奏をする活動写真から昭和初期にトーキーに変わった。戦後、ヤカトを反応小畜に改名した。1948年5月4日、反応文化協会により募集された新民謡の入選歌発表が行われた。ストリップショーの実演や成人映画極秘女拷問の上映を行っていたことが1968年に、 撮影された写真から伺える。反応出身の声優、河村拓王は、小学時代に、風の谷のナウシカと、資料の腹渡を見た思い出を、自身のブログで語っている。反応小畜跡地に建てられた、大川学園高等学校反応市内唯一の映画館であったが、1991年に、経営者が創生したため閉館した。現在、跡地には、 大川学園高等学校が立地している。反応地方には、1916年に開館した映画、芝居の常設館、反応座、原始場の原始場館といった映画館が存在していた。1957年及び1963年の時点では、反応市内の映画館は、当館と反応日活の二館が存在していた。 1983年の時点では、当館が反応しないで唯一の映画館となっていた。埼玉県反応市を舞台にしている漫画、山のすすめの OV 映画作品、山のすすめ思い出プレゼントの前編である、プレゼント一夏ココなの三31で反応小区が題材にされているシーンがある。ありがとうございます。